朝日信用金庫は大正12年創立の地域に根ざした金融機関です。現在は東京城東地区を中心に64店舗を展開しています。地域の皆様から本当に必要とされる金融機関となりたい、その思いを胸にお客様との信頼の絆を深め、地元中小企業の皆様や地域にお住まいの方々と共に発展してまいりました。時代とともに変化するお客様のニーズ、朝日信用金庫は先端技術による金融サービスを信金業界の中でも先行して取り入れました。これからも朝日信用金庫はお客様との信頼の絆を大切に、地域社会の発展とお客様の幸せに貢献してまいります。で、実は、1年半前ですかね、あなたの3カ年計画を作ったわけですけど、その中でやっぱりいろんなテクニカルなペーパーレスですとか、いくつか の課題を解決して、でとにかくそれは生産性を上げようと、で業務省力化、業務効率化をするということによって、一人一人のやっぱり新しい何て言うんですかね、想像っていうんですかね、想像をこう作り出すような、やっぱりそういう本部組織になることっていうのが、最終的には金庫のやっぱりブランド力だとか、それから信用金庫、我々の企業理念としても地域社会に貢献するということもありますので、そういうところの業務に今は多くの人間を避けていない、そういうところ の人員の再配置も含めて、できるだけ本部組織のそういう作業部分っていうのはものをできるだけ機械に任せていこうっていうのは、もうこの3カ年の中で一つの柱ではあったんです。ですからその一部として今回RPA っていうのが選定されて、これは導入していくということになりましたから、各部署でRPA を入れて、何も人減らしって言いますかね、人員再配置といって別の業務に携わってもらうというよりは、同じ業務の中でも部署の中でも作業の負担というのを減らして、その分新しい価値創造できるようなものを作り出すということをやっぱり目指していく。内製ではなくて、その共通の RPA によって導入することによって、今までの作業そのものを置き換えることができるということに関しては、これは効果はあるだろうということで、一つは着手したと。で、そういうコンセプトから考えると、RPA には大きく分けて2つあるんですよね。2つというのは、まず非常にテクニカルな、なんですかね、ものを搭載した RPA もあります。それから現場の人が使う、ユーザーが使いやすいようなものも中にあります。で、我々が求めていたのは、システム要員が使うような、例えばプログラム命令を言語で書くような、そういうものではなくて、できる限りこうエンドユーザーがメンテナンスができるような、そういうものを望んでいたわけです。で、それが今回のベレントだったというところに、ユーザーが使いやすいということです。はい、まずはユーザーが使いやすいということですね。ですから他の他社の RPA 商品なんかとも比較はしたんですね。そうすると、例えばうちのシステムの若手に評価をさせたんです。で、システムの若手が評価すると他社を選ぶんです。理由はなぜかというと、もうそれは明らかなんですけど、自分が作るときにコマンドレベルだとかそういうものがあるので、SQL 文ですとかね、そういうような命令文を入れることができるんで、ある程度それなりにハンドメイドで自分たちコントロールができると、それが使いやすい、これシステム屋の考え方なんですね。だからそれは見たときに私もきっとそっちを選ぶだろうなというふうには思ったわけですよね。ところがシステムが一生小盛りをしていくっていうものが RPA ではないので、それであれば内製化をした方がいいわけで、そういう面では多少そういうところが
応用が効かない部分が仮にあったとしても、ユーザー目線でこう使えるものっていうのがユーザーが使いやすい、それの方がやっぱり継続して RPA をこれからどん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 高めていく、ことができるかなっていう感じはしていますからね。そこは大きな違いだったかもしれません。日本の金融機関で初 の e 文書による過剰券の伝票を電子化したんですね。これは日経新聞に載ってますけれども、でこれを電子化するっていうこの技術の時には、まあ、電子認証っていうスキームは当然 ありますけれども、社内的には同じ伝票から OCR してデジタル化するっていうこの技術っていうのがかなり我々もいろいろ苦労した部分があったんですね。ところがその実は苦労したそのノウハウっていうのがこの RPA にも実はこれは使えるなと。で例えば RPA のインプットっていうのはデータばかりじゃなくてですね、紙媒体も意外と多いんですよね、外部から来るの。でそうするとそういうものを逆に、スキャナーから OCR といってデジタル化をして、でそれから RPA に流すといった時に、じゃあその時にその OCR したものが正しいかどうかという部分も含めて、それはワトソンなり機械的なチェックっていう、まあ、そういうものを作ることによって、RPA っていうのはどん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 機能っていうのは求められるものっていうのは増えてくるんだろうなというふうには考えてますね。RPA を導入するときに、最初にこう IBM のワトソンとの連携っていうのは当初からイメージはしてました。我々の中では単純作業というのはこれ RPA に置き換わる、それだけであれば、まあ、ちょっともったいないなと、もっと使い方はあるだろう。そうすると例えば単純作業の中でその RPAの中からワトソンにこうチェックをさせるとか、そういうことは多分これから期待できるだろうというふうには思っています。